たまちゃんにとって仕事とは何ですか。日本でいう仕事って決まってるんですよね。日本で仕事ってね、日本だけねおかしいんですよ。仕事感が違うんですよ、他の世界と。日本の世界、仕事感と世界の仕事感って全然違うんです。世界の仕事感は仕事イコール罰なんです。だから定時になったら帰ります。だって罰一応ね、なんちゅうの、刑に服したみたいな、こんなね残業までしてね刑に服すわけないのでね、例えば5時になった瞬間で帰りますわ。ほんでね、一年中極につながれとる気がめいるのでね、まあ11ヶ月働いたら1ヶ月ご褒美みたいなのが待ってるんですよ。ちゃんと刑に服したから1ヶ月間はまあ自由にしてやるかみたいな、それがバカンスってやつですわ。だからね、日本以外の、まあ日本以外のって言ったら変ですね、世界の大多数の国はね1ヶ月平気で仕事休むんですよ。引き継ぎゼロですよ、はっきり言いますけど。周りにねこの仕事お願いねとかない、今から休みますとかって突然いなくなるんですよ。で1ヶ月後にまた帰ってくるんですよ。考えられないでしょ、日本では。でなぜ日本だけその仕事感が違うのかっていうとね、日本は仕事は罰じゃないんですよ。仕事ってね神事なんですよ、日本って。なんでかって言ったら神様が仕事してるから。ことに使えるって書くじゃないですか。ことって神事ですからね。神様に使えることが仕事なんですよ。で神様に使えることが仕事だから、仕事の意味ももう分かってるんですよね。世のため人のためになることなんですよ、仕事って。つまり世に熱と光を与えることなんですよ。自分の仕事って全部行き着く先は熱と光なんですよ。これが日本の仕事感なんです。この熱と光の最たるものが笑顔なんですよ。つまり私たちの仕事って何かって言ったら、笑顔を増やすことが仕事だったんですよ。なんで私がやってることも仕事なんです。笑顔を増やすことですから。皆さんが仕事に対して前向きな気持ちになれないとき、こんなことをやって何の意味があるんだ、こんな仕事を続けて何の意味があるんだって思ってるときは、自分がやってる仕事の先にある笑顔をイメージできないからなんですよ。でもはっきり言いますけど、仕事をやってお金が来るってどういうことかっつったら、自分のやった仕事がどこかで笑顔を生み出してるから、だから天からありがとうっつってお金が来るんです。社長から来るんじゃないんですよ、天から来るんですよ、お金が。ありがとうっつって、お金の正体ってありがとうなんですよ。だからありがとうってやってきたお金をね、いりませんとか言うのはダメなんですよ。それさっきのなんか手伝おうかっていう時に、いやいや自分でできるからっていうのと全く同じですよ。お金がやってきた時に、いやいやそんなつもりでやったんじゃないからとかね、いやいやそんなの受け取れませんからっていうのは、ありがとうを拒否してるんですよ。やっちゃいけないことです。じゃあどういうふうにやればいいか、簡単ですよね。え、そんなにもらっていいのって言えばいいだけですよね。え、嘘、ありがとうめっちゃ助かるって言えばいいんですよね。今度お金あげた方も喜ぶじゃないですか、もらった方も喜ぶじゃないですか、天も喜ぶじゃないですか、誰も損せんやないですか。誰も損しない時に世の中ってうまくいくんですよ。自分のやってる仕事の先に必ず笑顔が結びついてるから、だから神様からお金がやってくるんだって思っときゃいいんですよ。そしたらね、自分の仕事が笑顔につながってるっていうのを頭の中にね思い浮かべるだけでね、そこにね証拠探しの旅が始まるんですよ。どこにつながってんのやろうって探し始めるんですよ。自分の仕事の先に笑顔があるっていうイメージしてる人がね、喜んで仕事してますわ。やってよかったなってやりがいを感じながらね生きてますわ。これはどんな仕事でも全てですよ。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、
気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。